どうもよろしくお願いします。私、明石とアメリカのハーフ、ベイガーでゲトルベルです。よろしくお願いします。今、相方芸人として漫才やってるんですけれども、空手家でもありまして、2018年の極真会館全日本ウェイト制の軽量級のチャンピオンなんでございます。でしかも、プロのキックボクサーでもありまして、ライズのウェルター級の今、チャンピオンベルトを持ってる男なんです。なんで、つまり、芸人で、空手家で、キックボクサー、この三足のわらじ履いております、ベイガーです。よろしくお願いします。いやね、ここまでいろんな肩書きを持ってるとね、キャラ的にもう3足のわらじじゃなくて、もうどんどん付け加えちゃった方がいいと思うんだよね。どういうことよ、もう3足目左手を待ちながらもう勘弁してよ。3足のわらじ123って入ってるのよ。きついよ、もう勘弁してよ。限界きてるからもう。そんなんいいんだけどさ、例えばさ、付け加えるとしたら特技とか資格なんか持ってないの。資格っつってこれ車の運転免許ぐらいしか持ってない。ああ、全然言うじゃん。全然言ってきるよそれ。芸人で空手家でキックボクサーで車の運転ができる男ベイガーです。いるこれ、いちいちこれいる紹介で。あとはさ、なんだろうな、これ今自分これしたいみたいなのなんかないの？これしたいなってこと。あ、俺でもペット飼いたいからな。ああ、いいじゃん。そのペットさ、当てていい？当てんの？当てる当てる。じゃあ当ててみてよ。俺はね、こうやってね、家に帰ったらね、可愛いの出迎えてほしいんだよ。バーって来てほしいの、バーって来たのに対して、よーしよしよーし、これね、これね、アシカね。絶対アシカじゃなくない？アシカね。芸人で空手家でキックボクサーで車の運転ができてアシカをペットにしたい男ベイガーです。お願いします。嘘嘘嘘嘘嘘だっちゃう。嘘？いや、アシカなんて一言も俺言ってないから。っていうかさ、そもそも毎回紹介でこの動きやってたら俺疲れちゃうよ。疲れちゃう。ただでさえ格闘技の練習で疲れてんだから勘弁してちょうだいよ。何お前ふてくされてるの？ふてくされてない。ふてくされてんじゃねえかお前。芸人で空手家でキックボクサーで車の運転ができてアシカをペットにしたみたいな嘘でふてくされる男ベイガーです。出すな出すなおい。つけ出すな、どんどん肩書きを。もう無理もう本番もう入ってけみたいな。本番になんだ腕時計のそのつき方お前。これこっち OL か OL だ。こっちつけのお前 OL だお前。芸人で空手家でキックボクサーで車の運転ができてアシカをペットにしたみたいな嘘でふてくされる OL ベイガーです。 OL じゃない OL じゃないレニーじゃないから。レニーじゃない。レニーじゃないよ。マンね。マンだ。お水マンだよ。マンだったらよ。マンだったらお前こっちに腕時計つけるんじゃなくてこっちにつけろ。こっちよね。マンはこっちよ。なるほどね。芸人で空手家でキックボクサーで車の運転ができてアシカをペットにしたみたいな嘘でふてくされる OLOM ベイガーです。いや OL でも OM でもない。OL でも OM でもない。OS でもない。OL でも OM でもない。オフィスにいないから。オフィスにいないね。オフィスにいない。Oつかないね。Oつかないね。芸人で空手家でキックボクサーで車の運転ができてアシカをペットにしたいというのは嘘でふてくされる LMS ベイガー。サイズみたいになってるな。サイズみたいになってる LMS。無理無理無理。これ以上無理できないよ。これ以上できないよ。だってハッピーのシャツね。芸人で空手家でキックボクサーで車の運転ができてアシカをペットにしたいというのは嘘でふてくされる LMSOS ベイガー。お願いします。ね。キックボクサーね、倒しちゃいましたね。いや、本当にね、こんな日はね、いい日ですよ、本当にね、天気もいいですしね、本当にね、マジで。ありがとうございました。